キクチャンネル。はい、どうもキクチャンネルです。今日はですね、2024年1月13日土曜日、現在時刻はですね、お昼前の11時25分ですね。はい、今日もお休みなので、朝から動いてまして、で先ほどね、いつもの埼玉県吉川市にありますセイコーマート、橋本店さんにね、行ってきました。はい、でね、毎週土曜日はね、来週のチラシが出るので、また橋本さんで、セイコーマート関東版、2024年1月17日号のねチラシをいただいてきましたので、チラシ紹介をやっていきたいと思います。はい、ですね、まずね、また、5のつく日はね、ペコマチャージお得の日なので、今月はですね、25日のチャージの日はですね、関東のセイコーマートでは4000円までのチャージに 2% 還元、5000円から9000円のチャージでね 3% 還元で、なんとね、1万円以上チャージするとね 5% 還元になりますよですね。はい、でいつもの、ごとくですね、長次郎が、トップバッターになってますね。はい、ペコマカード会員だと、この、期間ですね、若干お値引きになりますよ、ね。ティッシュペーパーも18日に限り、38円かな、値引きですね。はい、トイレットペーパーも19日から21日間に限って、これだけね、お値引きになります。マルちゃんの赤いキツネと緑のタヌキもですかね。あ、結構お安くなりますね。はい、その下行きます。あ、もうあれですね、節分なんで太巻きの予約ですね。太巻き予約するとですね、健やかチャーダブルがね、いただきますよ。3本、ご予約ごとですね。それからですね、先週ですね、新商品のカップ麺、これね、旭川醤油ラーメン店でね、買って食べたんですけどね、はい、北海道フェアですね、北海道フェアということで、お、具沢山クラムチャウダーとかね、美味しそうですね。あ、芋餅もまた出ますね、売られますね、はい、北海道でね、有名な芋餅、マリモ羊羹ですね。はい、これね、これがね、お待たせしました、じゃじゃん、ソフトカツゲンですね。はい、また北海道フェアでソフトカツゲンが、月曜日からですね、15日から28日の日曜日まで、発売になります、ね。500ml ですよね。はい、これ七つ星もですね、この期間15日から28日は、お値引きですね。はい、200円引きかな。はい、10キロだと500円引きなんですよね。お得ですよね。はい、それからですね、さっきね、この旭川、醤油ラーメン先週発売になりましたよって話したんですけどね、なんかね、油断してたらまた今週も新商品が出てましたよ。ダダン。はい、黒胡椒コムタン味ラーメンね、こんなん出てました。えっと思ってね、棚の方を見に行ったらね、棚に置いてありました、橋本さんはね。はい、それで買ってきました実は。はい、これね、後で食べたいと思います。はい、それからこれね、結構コスパがいいね、紅茶、ミルク紅茶っていうね、結構美味しいらしいですよ。いや、お安くて、しかもお安い。それから、これもセコマブランドのグランディアですね、ブラック。グランディアのね、ミルク&コーヒーカフェオレ、ね。あったかメニュー、11日復活、ね。大きな肉団子の中華スープ。美味しそうですね。はい、裏行きます。ただん。今週の注目商品、ね、果肉を感じるトロッと口どけの良いジャム、ブルーベリージャムパン。ジャムパン結構ね、美味しいですよね、セクマの。それからワインですね、またお得意のワイン、イタリア産ワインですね、結構コスパいいですよね、お安いですね。それからセイコーマートのコスパメニュー、ね、お惣菜ですよ ね、チキンたっぷりペペロンチーノ、ね、パスタ、コスパたっぷり野菜サラダ、ね、あ、これもね、黒酢入り甘酢肉団子、これ美味しいですね。
これ全部買っても1000円以内というね、安いんですよね。とにかくね、卵スープ、どら焼き、海道牛乳ソフト、海道ミルクの紅茶、ね、それから、今キャンペーンやってますね、ファイターズ応援キャンペーンでね、これエントリーすると、いくらかね、購入ごとにですね、なんか商品が抽選で当たったりするんですね。アプリクーポンプレゼント中、コカ・コーラと午後の紅茶かな。はい、それから下行きます。これはね、牛乳ビッグスリーですね。はい、お安くて美味しいね、北海道豊富町のね、牛乳美味しいですよね。それから、またこのね、北海道ならではのね、辛味噌ラーメンとかね、カニ出汁味噌ってね、いかにも北海道ってね、はい、こんなのも出ておりますこれね、札幌一番醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、ベビースターラーメン、王子ネピアソフトパックティッシュ、ね、袋麺もね、丸ちゃんの売ってほしいんだなと思うんですけどね、北海道でしか売ってないんですよね。はい、から、あとね、こういうバナナとかね、ミニトマト、ショッパーなんかもね、売られてます。はい、その隣、ヨーグルトキャンペーン、ヨーグルトもキャンペーンやってるんですよね。累計6個購入ごとに、このミニパックのやつね、3個入ってるやつが1個もらえますよ。ね、ヨーグルト好きの方はいいですよね。豊富生乳ヨーグルトとかね。さっきこれ、飲むヨーグルトね、いちごのやつ飲んできましたけどね。これも美味しいですね。それから、木綿豆腐、絹ごし豆腐、納豆。麻婆豆腐とかね、そんなのも売られます。でも来月バレンタインということでね、またバレンタインのケーキの予約とかしてるんですよね、これね。またチョコレートフェアとかもやるんでしょうね。はい、といったところが、セイコーマート関東版、1月17日水曜日午後のチラシでございました。はい。それではね、この後ちょっとね、コムタンラーメンを食べてみたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、それではね、この新商品のコムタンラーメンをね、ちょっと見ていきたいと思いますね。黒胡椒コムタンラーメン、ビーフの旨味と黒胡椒の風味って書いてあるんですね。中身を見るとですね、いろいろ入ってますね。麺はもちろんですけど、スープ、ビーフエキス、乳化油脂、おからパウダーとかですね、砂糖、ポークエキス、香辛料、ネギエキス、いろいろ入ってます。はい、これ中開けてみます。中を開けると、スパイス、これあれですね、黒胡椒ですね。中はこんな感じなんです。はい、ね、本当にこんなにね、新商品をたくさん出す、コンビニさんってないですよね。はい、そういったね、3分、お湯を入れて3分いきたいと思います。一回ね、ちょっとこのセイコーマートでね、カップ麺を開発してる人のね、話を聞いてみたいですね。はい、それでは3分間スタートします。はい。じゃあしばしお待ちくださいませ。はい、3分経てはね、スパイスをね、黒胡椒ですね。かけて、混ぜして、いただいていきたいと思います。うん、いい香りがします。中見えるかな、見えますか、こんな感じです。こんな感じ、はい、それではいただいてみたいと思います。はい、いただきます。鼻が悪いんで、あんまり見るか分かんないですけど、なんかね、肉の旨味っていうかね、なんかそんなものも入ってますよね。確かにエキスは、なんかスープはちょっと、胡椒入れたんでスパイシーもありますけど、ちょっとそれをね、なんかクリーミー、マイルドになってます。美味しい。
かね、こういう火薬で、うん、これは何だろう、お肉なのかな、うん、ネギも入ってて合いますね。これで税込み128円だったら、ね、安いですよね。ほんとセコマさんのカップ麺はね安いしね、ちょくちょく新商品が出るんで本当飽きないですよね。うんうん、おいしい、うんうん、これで128円なら美味しいですね。いいですね、満足です。はい、ということで新商品の、黒胡椒コムタンラーメンを試食してみましたね。スープも美味しいですよ、うん、美味しいです。はい、ということで、本日もねチラシ紹介と、新商品のカップ麺の、試食をしてみましたという動画でございました。今回もお付き合いの方よろしくありがとうございました。それではまた次回も見てくださいね。さようなら。バイチャ、バイバイバイ。